ニッケルイオンと水酸化ナトリウムの反応です。試験管に塩化ニッケルの結晶が入っています。これを水で溶かします。緑色の溶液になりましたが、これに水酸化ナトリウムをまず少量加えます。弾力色沈殿ができました。でさらに過剰の水酸化ナトリウムを加えると沈殿は消えませんね。そのまま弾力色沈殿です。これは水酸化ニッケルの沈殿です。